あんな私な、うん、コンプレックスがあんねん。コンプレックス？そう。なんなん？ちょっと滑舌が悪いねん。滑舌が悪い、うん、まあそんな気にならへんけどね。まあさやかのシャクレックスに比べたら気にならんかも。シャクレックスってなんやねん。シャクレとコンプレックス合わせてシャクレックスちゃうねん。ほんでコンプレックスでもないしな。まあまあまあ、そんなに滑舌気になるんやったら、うん、早口言葉で鍛えたらいいんちゃう。あ、早口言葉、うん、そんなん簡単やん。いやー意外と難しい。え、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。おお、感心してんの。頭言ってみ。簡単やん。いくで。赤しゃくれ、青しゃくれ、黄しゃくれ。言えた。言えてへん今。え、言えてへん。嘘。え、今私なんて言った。赤しゃくれ、青しゃくれ、黄しゃくれ。え、引っ張られた。引っ張られたって何やねん。ね、どこ見とんねん。いや、もう一回言わせて。やってみ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャクレ。惜しい。惜しい。くそー。なんでお前が怒ってんねん。私が怒りたいわ。最後、黄パジャクレ言うてもうてるよ。最後に引っ張られた。もうええねん。しゃくられた。しゃくられたってなんやねん。しゃくれを五段活用すな。次の早口言葉いくで。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせて掴んで遠くへと。何をしてんねん。カエルを最後掴んで投げんな。全然あかんやん。次、東京特許許可局。東京オットドミニカ。どういう意味？え、いや、東京かなと思ったら、オット、ここはドミニカ。間違えるか。どういう状況やねん、それ。いや、ぼーっとしてたから。しすぎやろ、次。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手にビーズの歌詞描いた。何をしてくれとんねん。坊主が屏風に上手にビーズの歌詞描いた？うん。坊主何してくれとんねん。愛のままに、わがままに。僕は君だけを傷つけない。坊主かっこよすぎるやろ。次、生麦、生米、生卵。生麦、生米、生しゃくれ。引っ張られ。